ンドファーストトレーニング、素晴らしい。このフォローの低さ、丸く振ってるでしょ。スイングして裏面して、そのままハンドファーストキープして、そっちだよね。もっと胸引いて、左胸引いて、そう、そっちだ。女性でね、こういうハンドファーストで振れる人っていないんですよ。だからあえて僕は左手一本で打たせます。どうぞ。素晴らしい。すっごい左振ってるの分かりますか、皆さん。もう一度ゆっくり上げてください。バックスイン、はい、裏面ダウン、ね、シャフトが近いでしょ、ね、すごい近いところ通って、ほら、ここハンドファースト、左手首折れないでフォローで、そう、左胸引く、低くヒール吸って、はい、もう一度じゃあ打ってください。はい、素晴らしい、はい、ハンドファーストになったかすみちゃんのね、スイングね、スイングもコンパクトにしました。ちょっとね、オーバースイングだったので全然違うでしょ。はい、ナイスね。裏面ダウン、本当の裏面ダウン、はい、そうそうそう、皆さんね、普段ねこういう動きやらないんで、絶対このクラブでもイメージシャフトでも重たいものでこうちょっと裏面ダウンの練習毎日してください。でその時にしっかりこれ裏面、あのフェース面が上向かないとダメですよ。要するにこの裏面で地面をこう下叩く感じ、叩く感じ、もうつく寸前、地面つく寸前のイメージでいいですから。そう、肘を入れて、そう、胸は開かない、そう、胸は右に向けといて、この形でちょっと両手で持ってみて、上げて、はい、裏面ダウン、そう、向かい、ほら裏面が地面落ちそうでしょ。そう、実はもう膝下まで行っちゃっていいんですよ皆さん。これ高いとダメだから、そう、この形です。で、はい、今4時半の角度から出てきてますよね。これが第一局面って言ってるところです。で、第二局面ではここですね。そう、ここです。胸とシャフトが平行です。これ正面から見ると、こんなにハンドファースト。グリップはもう左腰の前まで来てるでしょ。フェースは正面向いてます。で、右肘はこのように曲がったまま、このシャフトとのくの字保ったまま左へ振る。はい。その時ヒール落としてみようか。左胸を引いてください、このタイミング。そうするとハの字に振るから丸くなるんですね。で、ストップ。左肩からヘッドまで実はこのまっすぐです。ほら、これがフラットリストってやつですね。これ、そう、右肘は中にこう入る感じ、抜くって感じ。ヒールを絶対擦りましょう。じゃあ流れでもう一回バックスイン、バックスインして、はい、裏面ダウン、はい、そこからスルー、そう、1、2、3、そう、これゆっくり繰り返してるとヘッド軌道ってクラブ軌道って丸なんだっていうのは絶対分かってくる。そう、そう、こうです。はい、よく皆さん見られる光景ね。重たいバットに振られるように振るんだけど、僕はね、かすみちゃんこれも振らないでって言ってるの、実はね、あのね、フォローで手が離れていくから、バーンって。グランドシニアの方、これで振って手伸ばして体の回転とマッチしない人いっぱいいますよ。これもっとね、正しい使い方を覚えていただくなら、はい、ここでトップ作ったら、はい、裏面ダウンするとき右手をかなり結構遠く、そうね、50センチぐらい離して、その時に胸の面とこれ平行ですよね、ハの字の、はい。で、ここ第一局面ですけど、はい、第二局面で15センチが滑らして、そう、少し右手の位置が滑ってます。で、今度この角度をキープしたまま左振って、完全に今度グリップを引き寄せてです。これ、はい、これを流れでやると、はい、どうぞ、そこから、はい、そう、
かなりこの練習するとですね、遠心力感じられるようになります。滑らせてるから、これヘッドに振られて、そう、先っぽが円の外側に膨らもうとするね、そういう力を感じてほしいんですけど、はい、バット振るならこの練習してください。はい、ね、胸の角度もう一回バック、1、2、正面、2、はい、3、滑らせる、そう、この角度ね、皆さん覚えてね、はい、1、はい、2、滑らして、はい、3、はい、ここでもう遠心を感じ取ったら、はい、連続的にいってみましょう。胸の面といつも平行です、そう、シャフトいつも平行、そう、必ずフラットリストね、はい、そう、最後はこれアライメントスティック、最も軽いもの、この軽いもので先っぽの重さを感じて遠心力ね、この軽いものだと外にね膨らむ力と自分の方に引きつける方のこの向心力のバランス、張力が合わないと丸く振れません。入ってみましょう。はいはいはい、はい、綺麗な円描いてますね。そう、自分のグリップエンド側が左腰の横にこう引きつけられてくるのが分かりますよね。これ皆さんの肉眼でもハンドファーストの分かりますよね。これ分かりますよね。実は今まで何やってたかっていうとね、丸く振りながらハンドファーストの練習してるんですよ。実はここが肝で、女性の方全然できないんです。その振ってみましょう。ビュンと振ってみましょう。はい、こうなるとスイングになります。そうだろう、そんな感じだろう。このぐらいもう地面叩く感じです。そうな、叩かないとな。そう、叩くイメージでくるっと、はい、はい、今かすみちゃんにやってもらいましたけれどもね、この動きここで引きつける、さらにフィニッシュで引きつけてグリップする、そうやって流れていくところですよね。胸の面が常にシャフトと平行です。スッスッ、ほんとヘッドに引っ張られる、先っぽに引っ張られる、でも自分の方に求心力もあるね。このバランスですよね。同じ力で引っ張り合うのが大切。そうすると丸く振れるようになります。でも僕はあまり重たいもので素振りするのは皆さんに勧めない。軽いものでね、こう1、2、3、こんな軽いものでも引っ張られる感覚があるんですよね。そうするとバックスイン、裏面ダウン、引きつけます、ちっちゃく回れる、こっちでスピードが出る、こんな感じ、1、2、3、一番大事なここですからね、皆さんね。だからフェースを裏面して、フェースを真上に向けてハの字から引っ張ってこないとこのハンドファーストできません。よくあるのは中途半端な裏面、これで裏面だと思ったら大間違いです。実際に外からいきます。本当の裏面はフェースが真上向き、フェースの裏面が真下で地面を叩くような、叩く近いですね。してシャフトの内側が膝元から離れないように第2局面来て、2から3の時にヒールがスッていきます。こ う、ね、こういう形になるとここハンドファーストですり抜けられるんで、インパクトロフトが立ってボールが飛ぶということです。女性でもできます。しっかりこのね
ハの字を感じながら丸く振る練習してみてください。いつもゴールドワンゴルフスクールの動画をご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらです。